自治体の動きについて具体的にお伝えします。県庁から中継です。はい、県庁4階の危機管理部からお伝えします。南海トラフの臨時情報が午後5時に発表されまして、私は10分後にこちらに到着したんですが、初めての臨時情報発表ということもあり、職員が慌ただしく情報を確認し合っていました。県は現在情報収集体制を取り、気象庁の調査結果を待ちながら今後の対応を協議しています。山田危機報道官が先ほど取材に応じまして、県民に対し慌てることなく注意以上の調査結果が出た場合はどういう行動を取ればいいのか確認しておいてほしいと話していました。また県は見聞きした不確かな情報はすぐに他人に伝えたり SNS などで拡散せず、まずは公的機関など信頼できる発信源からの情報かを確認してほしいとしています。また最新情報を確認して落ち着いて生活するよう呼びかけています。県庁4階危機管理部からお伝えしました。はい、情報収集に当たっているということです。県と静岡市の対応をお伝えしました。続いて浜松市など県内のその他の市や町の対応です。南海トラフ地震臨時情報が発表されたことを受けて、浜松市は災害対策準備室を立ち上げました。今後市民に対して現在の状況を周知するためホームページやメールで状況を知らせていくということです。富士市は事前配備体制を取り、防災危機管理課の職員が防災危機管理室に待機して情報を収集調査しています。沼津市では担当の危機管理課が情報連絡体制を取り、県や警察、気象台などと連絡を取り合っています。2時間後をめどに発表される臨時情報の調査結果が出た時の対応を協議中とのことです。はい、そして県内のその他の市や町も情報収集などの体制を取っていて、気象庁の評価検討会の結果を待って次の対応を取ることになります。